米津玄師、フラミンゴ全員。これどこですか？なんか海ですね。すごいめちゃくちゃいいロケーションでやってますけど、ラジオだから全然伝わらないっていう。レモン、レモンがだから自分でも予想だにしないようなところに、一人で行ってしまった。それがまあ今年の初めの2018年の1月だったんですけど、でまあ自分はそのずっと特にここ最近はまあポップなものを作る、いわゆる J-POP を作っていくっていうことを自分の第一目標としてやってきてたんで、だから作る曲全部そのポップなものであってほしい、その自分の身体性とかこう精神性みたいなものを飛び越えて、いろんなところに届くようなものを作りたいなっていうふうにずっと思ってやってきてたんですけど、まあ、それがようやくこう叶ったのかなとい こう実感を覚える曲がレモンになったと。でも実際そうやって音楽作ってきたんですけど、こう自分のこうなんつったんだろうな、内面的なものというか、そのあれを作るきっかけになったその身内が死んだりだとか、そういう自分の本当個人的な出来事っていうのがものすごく色濃くこう影響されてる曲だから、こんなにこう個人的なものがものすごい広いところに届いていってるっていうことに対して、やっぱこうどっかなぜなんだろうっていう、それはまあいろいろ言語化しようと思えばできるんだろうなと思うんですけど、いろんなとこ飛び越えて、いろんなとこに波及していく音楽を作りたい、そう思ってやってきたんですけど、それがなんかレモンだったのかっていう感じもちょっとあって、実際それが自分のこう目の前に降りかかってきた時に心の準備をしてたはずなんだけれども、あれこれなんだみたいな感じがあって、こう急にエンドロールがこう流れ始めてるみたいな、あれこの物語終わりみたいな感じがちょっとあって、なんかちょっとしたそのあっけなさみたいなものも感じておいて、まあ、まだまだこれから先レモンよりまた違う形でそういう風な波及していくものってどんどん生まれてくるとは思うんですけど、自分の体から。でもそれがある一つの区切りというか、そういう形でこう自分の、身に降りかかってきて、ある種のちょっとしたあっけなさみたいなものは感じましたね。やっぱ自分の作る音楽って何なんだろうみたいなことをいろいろ考えてた時期があって、やっぱ元を正していくと昔子供の頃好きだったものとかそういうものにたどり着くんですよね。でやっぱそれがやっぱ有無を言わさぬポップなものというか広いものであったと。でやっぱ自分はそこに憧れてやってきて、今なおこうやって音楽作り続けてこれたのはそういうものとの出会いがあったから。やっぱ昔好きだったものを、例えばその、まあ、自分が一番最初に影響を受けたナンポーブチキンとかジブリ映画、宮崎駿さんとか鈴木敏夫さんとか、何の因果かっていうとおかしいけど、出会う機会っていうのはあるんですね。やっぱまあそんな長くも生きてないですけど、頑張ってりゃいいことあるということで会う機会があって、でそれが2018年においてレモン作り終わった時に立て続けに起こったんですよ。で子供の頃からこう好きだったものだとか、そういうものに対してこう自分が撒いてきた伏線をこう一気に回収していく、怒涛の勢いで回収していくような感覚に陥って、こう自分がそうやって言語化してきたことをこう目標に向かって進んでいったことっていうのは、間違いではなかったんだなっていうことを、そういう人たちと会えて
再確認することができた、そういう年だったなっていうふうには思いますけどね、2018年。宮崎駿さんに会った時は、でもそんな会ったっつってカウントしていいかどうかも定かではないくらい、本当にもう 2,3 分だと思うんですけど、すごく俺はジブリ映画が好きで、でこの人は一体何なんだろうっていうことをずっと思ってきた人間だったから、その時の衝撃たるや半端ないものがあって、まあそこで立ち話的程度でいろいろ話したんですけど、向こうは全然何の気なしの言葉だったと思うんですよ。あの何歳なのかと聞いてきた時に、まあ、自分は27歳ですっていうふうに返したら、27歳かっつって、27年なんてついこの間だねっていうふうに言ってたんですよね。でそれは本当にただの感想というか、27年っていう数字を見た瞬間にこう頭の中に浮かんだことをただ言っただけだと思うんですけど、でもそれをこう受け取った時に、まあ、自分は今27歳で、まあまあ結構いろんなことやってきたような気でもいたんですよね。でも宮崎さん、あの人はもう50年とかな、ものすごい時間やってきてる人であるから、彼から比べたら27年なんて本当にこうふって息吹けば飛んでしまうようなものなんだなと思った時に、ああまだまだ自分はこれからの人生もっともっと美しいものと出会うだろうし、でそういうふうにやってきた人がそうやって言ってくれてるってことは、もっとこう生きるに値する人生が待ってるんだろうなっていうふうに思ったんですよね。それは自分のこう過剰な自意識から生まれたあれなんですけど、でもその言葉は結構今年においてとても大きな経験だったなというふうに思いますね。すごい一番いい時間帯ですね、今ね。今は4時半、夕方の4時半ですね。あそこにいる白いでかい犬がすげえ気になるんですよね。何してんだろうなあれ、フラミンゴ。フラミンゴはさっき言ったようなレモンが大きなも広いものになっていった。じゃあ次何やるかっていう、まあ考えるじゃないですか、それは。まあ、そういう意味で自分はまあへんてこなものである、そのみっともないものである、みっともない自分というものをこう今一度一個出した方がいいのかなっていう感じが最初にあったような気がする。もう作ってる時のことってあんま覚えてないんですけど、でもなんかすげえゲラゲラ笑いながら作ったなっていうのはありますけどね。なんかみっともない部分をちゃんと出せた方が自由に生きれるなっていう感じがあるんですね。やっぱこう変にプライドが肥大化していくと、自分で自分のことをがんじがらみにしちゃう、そういうのはなんかこう本末転倒というか、そんなどうでもいいものに執着して、で自分が作る音楽、自分が一等美しくしなければならないものがものすごくこう狭いものになってしまうっていうのは本当本末転倒だと思うんですよね。だから自分はこと音楽っていう点に関しては誰よりも自由でありたいというか、でマッチョイズムが嫌いなんですよね。強くあらねばならないみたいな、嫌いだっていうのも違うか、やっぱそこと距離を取っていかないとこれからの時代にそぐわなくなるというか、まあ、自分はその自分のことをすごく弱い人間だとずっと思いながら生きてきたんですよね。で弱い人間なりにそのじゃあ強くならなければならない、それはだから自分がポップにならなきゃならないっていうのと同義な部分もあるんですけども、でもみんながみんなそれをやれるわけではないじゃないですか。それ適合できる人間だけが生き残っていく、
そういう側面もあるわけであって、でも別に適合できなくても生きていけるのが一番美しいわけじゃないですか。だからそういう、なんだろうな、ある種のマッチョイズムみたいなものって誰しもがやれることでもないし、自分にもそういう感覚はあるんですけど、でもじゃあその、 あの受け皿からこぼれ落ちてしまった人間は一体どこに行くんだ、そのままのたれ死ぬしかないのか、やっぱ自分がそういうもともとすげえ弱いところの生まれだから、そういうことに対して結構いろいろ考えたりするんですよね。だから弱い自分というか、みっともない自分というものをちゃんと俺みたいな人間が肯定してやらないといけないのかなっていう、まあそういう感覚もありますけどね。でも実際ポップソングっていうのは、そうやってこうへりくだるものではないというか、いろんなものを殺しながらやった先にあるものではないんですよね、ポップソングって。そうではなくて、もっとこういろんなものを鋭利に突き詰めていけばいくほど、やればやるほどポップになるっていう、周りの人たちみんなにおもねって、でいろんなものを殺しながらやった先にあるものではないんですよね、ポップソングって。だから誰も見たことがないものを作る、誰もやったことがないことをやる、そういう、まあ、指針みたいなものが昔からずっとあって、その軸だけは変えず、表現の方法が変わって、まあ、その中で真っ暗の中をこう手探りで歩いていくのが、これから自分がやんなきゃいけないことなのかなというふうには思いますけどね。あなたさ、やっぱすげえ変な声ネタがいっぱい入ってるし、あの声ネタにはその一個一個コンセプトがあるんですけどね。その自分のみっともなさを出すというか、相手を挑発する時の、ニュアンスだったりとか、曲中にそのはいって言ってるんですけど、それとかもこう自分は絶対悪いと思ってない人が言うはいなんですよ。なんか今すっげえ怒られてるけど、絶対俺悪くないけど、ここ謝っとかなきゃいけないっていう人間が口にするはいなんですよね。でそういうの自分の中で身に覚えがあるし、で超みっともないじゃないですか、そういうのって。でそういう自分の中にあるみっともなさみたいなものをこう一つ一つその声にして、音ネタにして配置していくっていう、それをこう家のパソコンの前でマイクに吹き込んでる時に、超みっともねえと思いながら、すげえゲラゲラ笑いながら作ってた。だからこれはなんかまあいろいろ悩むこととかもあったんですけど、すげえ楽しみながら作ったなっていう感じが、そういう記憶が残ってますね。まあ日本的ですよね、すごい。でも最初は日本的なものを作ろうと思ってたわけではなくて、もっとこう海の向こうのいわゆるそのフォルクローレっていうんですか、でそれこうギターがシャカ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 みたいな、そういうエキゾチックなものを作ろうと思ってたんですよ最初は。でもそれをこう作っていくうちに、なんか知らないけど日本っぽくなったんですよね。で日本っぽいな、あ日本っぽい側面でいくんだったら、じゃあ島唄っぽいものを作ろうとか、民謡っぽいものを作ってみようみたいな風なところからにこうどんどん移行していって、でやっていけばやっていくほど、こう気がついたらなんか演歌みたいになって拳が効いてて、ドドイツとか演歌みたいな、なんかまさか自分でそこにたどり着くとは思ってなかったところにまで来ちゃって、レコーディングの時とかもうずっとそのまあ要は2サビ終わった後のサメに歌われてってところも、最初あんなにこう拳入ってなかったんですけど、こうレコーディングの最終にもっとみたいな感じになって、ちょっとこう拳をこうもっと拳入れてみたいな感じでこうゲラゲラ笑いながらやったら、あんな感じになっちゃって、
なっちゃってっていうか、まあ、あれはあれで面白いからいいんですけど、地下駐車場にあるその中華屋があるんですよ。急にポツンとある中華屋みたいなのがあって、そのなんかこうエキゾチックなサイバーパンク感というか、そのブレードランナーとか光学機動隊みたいな、あれがすげえなんかかっこよくって、でその監督の、ね、山田さんがそれ見つけてきてくれたんですけど、またそのね、俺のこの服装が上下赤で髪型もそうで、明らかにすごくってなんかすげえこうそういう側面に寄ってったなっていうのを見てて面白いなと思いました。そのルーザーの時もその、まあ、ダンスを踊った時に、振付師 その辻元さんっていう人に、でその人はもうそのルーザー以来結構長くずっと一緒にやってて、でパプリカの時のその時は辻元さんとあのスグワロコハルちゃんっていう2人でやってもらって、やっぱダンサーってこう本当にフィジカルな人じゃないですか。だから自分とは真逆のところからやってきた人間であって、話してると面白いんですよね。すごいなんか、あ全然違うな自分とはと思う時もあれば、でもやっぱこう自分の肉体性をこう言語として表現するためにその言語化の能力もすごくあって、共通する部分もすごくあるんですよね。だからすごく刺激的で面白いですね、そういう人たちと話すの。海、海ですね。なんか海、まあ、地元が結構漁師町みたいなところだったんで、若干の懐かしさみたいなのを感じつつ、ね、なんか犬がね、白いでかい犬がいますよ、うん、ティーンエイジライオット、ティーンエイジライオット、まあ、10代の時にグズグズしてた記憶みたいなものを思い返しながら、であれはサビのメロディーがもう本当に中学生の時作った曲のメロディー、そのほとんどそのままなんですよ。ニコニコ動画に上げてた曲なんですよ、そのボーカロイドをやる前に。でそのニコニコ動画に上げてたのは多分高校生なんですけど、でもあの曲の、もっと言うとあの曲の原曲もあるんですよあの曲がそもそも、リメイクというか、全然もともと違う曲だったのが、最初に中2、3くらいの時に作ったやつをその高校の時にリメイクして、それを今もう一回リメイクするっていう、どんだけこするんだみたいな感じの曲になってて、それはなんでなんだろうなと思うんですけど、やっぱすげえ気に入ってた曲なんですよ、それは。だからそのサビでいる自分、昔の自分と、まあ、イントロから始まって A メロ B メロの今の自分っていう、その2つのこうガッチャンコというか、それが美しい形でできてよかったなと思いますね。映像は初期衝動的な曲なんで、まあシンプルなものにしたい。で自分は昔そういうバンドがすごく好きだったから、原点回帰じゃないけど、そういうバンドショットを一発ドンみたいな感じでやりたいと、すげえ広い体育館みたいなところで撮ったんですけど、筋肉痛になりましたね完成してるあの映像の12倍くらい動いてたんで俺そのカットされてるやつとかえげつなく動いてたから、そう、そのバンドメンバーが本当自分が米津玄師としてライブやり始めてからずっと同じメンバーでやってるんですけど、そのギターの中ちゃん、ドラムの堀さん、ベースのスッティ4人でガンってやるみたいな。で中ちゃんに至っては小学生からの幼馴染なん で中ちゃん中学生の時から同じバンドだったんですよ。でその時に使ってたギターを中ちゃんが持ってきて、そのシェクターっつってあのメタルの人とかが使うギターでいやまあシェクターはいいんですけどね、全然いいギターなんですけど、お前それ持ってくるみたいなうちの音楽性と全然違うギターだけど大丈夫みたいな、それ含めてちょっとなんか懐かしい気持ちになったりとかして、うん、
すげえ楽しかったです。中二病なんかまあ中二病の権化みたいな感じで扱われたりするんですよね、その米津玄師っつって。でその中二病というものに対して一回向き合いたいなと思うところもあって、で今って要はその SNS の時代じゃないですか、 Twitter だとか、まあ、インスタとかもそうですけど、でそこでこう、いわゆる初期衝動的な言葉をこう、そういうこう何のフィルター、頭の中の何のフィルターもなしでこうバッと放ってしまうとすぐさまツッコミが入る時代ですよね。ツッコミが入って、でそこに対してこうメタ的に捉えて、でこうメタ合戦、マウント合戦みたいな感じになって、そのマウント合戦の一番上にいるやつが偉いんだみたいな価値観の中で生きていかなければならない。そうなった時にそういう初期衝動みたいなのが、やれ中二病だとかメヘラだとか、あとポエムだとか、そういう言葉に全部回収されていってしまうっていう現状に対しては、まあそれは思うことはありますよね。その自分にとってはものすごくシリアスな重要なことをのはずなんですよ。でもそれをこう口に出してインターネットっていうものに乗っけてしまうと、なんか何そんなマジになってんの、恥ずかしいじゃんみたいな。だからその恥ずかしさからこういかに遠ざかることができるか、いかに遠ざかって、私は冷静です、ちゃんとその自分の感情をこう理性的に抑えることができます、そっちの方が偉いでしょ、かっこいいでしょっていう価値観の中で今世の中回っていってる。じゃあでも果たして極端なまでにその突き詰めて冷静な人間が一体どこにいるんだ、極端に冷静で、そういうこう自分の感情の発露だとか、その自分のグズグズしたものをこう一切表に出さずに一切そこから逃げおおせてる人間が一体どこにいるんだ、それはなんか臭いものに蓋してるだけなんじゃないかなって思う瞬間っていうのはものすごくいっぱいあって、それは両方大事なんですよ。やっぱあのグズグズした感情と理性的である部分っていうのは両方同じくらい大事なものであって、両方ないと真っ向の美しいものにはならない。その理想主義と現実主義どっちかがあのどっちかがだけが先行しちゃうとそれはもう美しくないんですよ。現実があって理想があるわけだし、でまた理想があって現実があるわけであって、その両方宿してないと、面白いものなんて絶対作れないわけで、で今だからそうやって理性的になって、世の中のことをこう私は司れますっていう態度こそが、俺はあえて言う中二病なんじゃないかなって思ったりすることもある。そんなに言い訳しなくてもいいのに、自分自身もそういう側面持ってるから、それはなんか自分にも返ってくるんですけどね、その言葉って。もっと無邪気に生きててもいいのになっていう感じは受けて思いますけどね。すげえ夕日ですね、めちゃくちゃ夕日ですね、これね。雲がこう、雲の上にこう今太陽が乗っかかって、いわゆるそのマジックアワーっていうんですか、マジックアワーの今一番ちょうどいいとこですね。今もう5時ですね。一
一瞬ですからね、この時間はね。早いもんだ、一瞬ですよ人生なんて美しいなと思ったら一瞬ですと下がっていっちゃうんで、それは自分の人生においてもちゃんと考えながらやっていかなきゃなと思いますけどね。ごめんね。この間あのアンダーテールっていうゲームがあって、それをやってたんですけど、それがめちゃくちゃ面白いゲームで、でもこれはあの、ね、ネタバレ厳禁みたいなゲームなんで、あんま喋んない方がいいんですけど、でそれがあまりにも面白いもんだから、自分で勝手にイメージソングみたいなの作っちゃって、それがあの3曲目のごめんねっていう、まあ、あるキャラクターのことを思いながらずっと作った曲なんですけど、そのキャラクターはやっぱ俺にもすごい似てる部分があって、混沌としたものを宿してるキャラクターがいて、だからそいつとこう自分を照らし合わせながら、だから本当いつもこうタイアップソングとか作ってる時と同じ感覚なんですけど、やっぱそういう衝動的に生きるべきなんですよ衝動的にね、生きた方がいいなと思います。それはあの衝動的なところから遠い人間だからこそ思う。バカみたいな夢を笑わないで聞いてほしい、日が暮れる前に話しておきたい、君みたいに優しくなりたいだけ、祈る声は激しくあと少しだけ、心の底から触れ合うまで君と繋がっていたいだけ。そうですね、作ってる時もずっとライブのことをこう考えながら作りましたね。あそこまでライブのことを考えながら作ったのって初めてで、サビって言ってるのかどうか分かんないですけど、まあコーラスが広くライブ会場でこうみんながおーおーってやってくれたらすごく気持ちいい空間になるのかなという、そういうことを考えながら音楽を作れるようになったんだなっていう、そういうものが自分の頭の中から自然に出てくるようになったっていうのは大きな変化なんだろうなとは。今5時半ですね。月が出てますね。今もう完全に夕日沈んで、で今その水平線のところにこうサイドの落ちたこうレインボーカラーというかが残ってて、でまだちょっと白んでる状態、このくらいの時間帯がすごい一番好きなんですよね。その夕日の時もそうだし、で朝焼けの時もそうだし、このくらいのこう街が寝静まり始める、で街がこう、起き始める、そのくらいの時間帯のこの黄昏時というか、ね、この刹那的な感じがいいですよね。どこに行くんですかね。なんですかね、帰ってきてよって思ってるファンもいるでしょうね、俺にね。今すげえ、まあどんどん広いものになっていってるんで、あの昔の米津玄師、昔の八みたいなものをそこに帰ってきてくださいと思ってる人たちもいっぱいいるかもしれないけれども、でもそれはもう帰れないですよ。帰れない。それはもう時代のものであるから。好きだったその時代っていうものがあるだけであって、いざ自分が仮に 100% 無理なんだけれども、8の頃やったことを 100% の準備で今やったとしても、
それは当時の箸では絶対ないんですよ。それはもうそういうセスナ的なものだから。だからそうやって昔のこと懐かしんだりもするんですけどね、自分も昔楽しかったなとか思って、その時のように生きられたらまた、幸せなんだろうなと思うこともあるんですけど、でもどうあがいても時間は前に流れていくものであって、その流れに従ってこう自分をこう作り変えていかなければならない。ものすごくどん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 この時間の流れって加速していってると思うんですけど、それに合わせてこうあたふたしながら自分を作り変えていかなければならない。そうやって作り変えていくことによってでしか自分を保てない側面っていうのはある。保てないというとネガティブな言葉になるかもしれないけれども、でもそれによってしかこう表現できない美しさっていうのがあると思う。だからこれから先どういう人生が待ち受けてるのかわからないですけど、なかなかなりになんかこうね、グズグズしながらぐちゃぐちゃしながら、傷つきながら生きていくのがまあ美しいんだろうなって思いますね。それは